ソーザさんって誰ですか。ソーザ、ホセじゃないの。ああ、そういうことちょっとわーソーザっていうのね、うん、ホセのことね。なんでそんな分かりにくい言い方するんですか。え、ソーザなの放送ではみんな。いや、ホセでしょ。ジョゼじゃない、ジョゼ。そうか、そういうことですね。ホセもね、昨日まくって勝ちましたから。でも、あのあるあるパターンじゃない、あの拾ったラッキーからのバリバリ打つ。ベストオブ5ってのがね、レイセットってのが、もうなんかちょっと勢い乗ったら取っちゃうからね。そうそうそう。でもそれをこの拾ったっていう命拾いのあのメンタルの楽になって次打つパターンあるでしょ、やっぱ。逆に向こうはめちゃくちゃ追い詰められて、もうダブル全然入らんかなとか、まあ、これがワールドチャンピオンシップのこのフォーマット的な面白さ。ワールドマッチプレーとかは先に十何個とかだから、もう差が開いちゃったら面白くないけど、ワールドチャンピオンシップってやっぱりこう大逆転が見れるからね。でもさ、そのワールドマッチプレーでも大逆転が起きる時あるやん。ある。あの時やばいよね。やばい。よりやばいよね。いやでもそれって俺思うけど、やっぱ観客のおかげだと思う。ね、あれが多分シーンっていう場所で、あのレベルの人が急に6個連続で逆に取られ返すとかないやん、ね、やっぱあの観客がね、分かってるからね、波を作ってくれてるよね。でも相手がもうやばいみたいになんかこうなる、あの表情に出てるし、あの会場が作り上げるあの雰囲気が見ててもう面白いね。あのそれこそあの一昨年で言ったらもうあれよ、ウェブスター。ああ、ウェブスターね。ルイスとの試合ね、うん、あれはベストマッチだったからね、あの年の。めちゃめちゃ熱かったもんね、エドリアン・ルイスとね、あの、ダレン・ウェブスターの試合は。やっぱ今後2、3回戦から起きてきそうよね。お互いその拾った感もありながらスタッツ低いけど、こっから上がってきそうよね。やっぱ最初は硬いから、どうしてもね、いくら慣れてる選手でもなかなか楽しみね、本当、はい、今後が。